ドリームキャッチャー。23日日曜日の午後4時、皆さんいかがお過ごしでしょうか。夢を応援するラジオ、ドリームキャッチャー、ナビゲーターの出口優子です。この番組は夢を追っている人を応援し、やりたいを叶えるエンタメ系番組。アーティストに限らず年齢も関係なく、とにかく夢実現のために進んでいる皆さんを応援していく番組です。毎回ゲストをお招きして、やりたいことや叶えたいことを語ってもらったり、時には夢を叶えるコツを教えていただいたり、また県内外のライブ情報、演劇公演情報、そしてオーディション情報などホットな情報もお届けしていきたいと思っています。どうぞ皆さん1時間お付き合いくださいね。この番組は楽しみながら表現力アップ、演技レッスンスタジオ DC アクティングスタジオと総合エンタメカルチャースクールルーム84の提供でお送りいたします。それでは引き続き番組テーマソング、しずくが歌うどこまでもお聴きください。
い、今週も始まりましたドリームキャッチャー。本日も三重橋にありますあなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇のスタジオより収録でお届けいたしております。さあ、それでは早速本日のゲストをご紹介したいと思います。メディアデザイナーの玉城里奈さんです。こんばんは。こんにちは。午後4時でした。こんにちは。こんにちは。はい、リナ。リナです。ようこそ。来ちゃいました。リナも FM ナーで昔ラジオ番組やってたんだって？相当昔ですけど。相当昔。はい、2年前ほどです。あ、本当にいかがですか、久々の。久しぶりに来て、なんかあの頃を思い出して。あの頃思い出して。2年間過ぎたな、みたいな感じで、うんうんうん、懐かしいなって思いながら、ちょっとまた新しい、はい、ちょっと成長したかもしれないっていう、うん、ちょっと自分のなんか感傷に浸りながら。感傷に浸りながら。います、今ここにいます。はい、本日はね、ゲストで来ていただきましたが、メディアデザイナー。はい。はい、めっちゃかっこいいんだけど。超かっこいいです。実際はどういった感じのお仕事ですか？はい、実際は、映像制作と、映像制作で、はい、制作のアシスタントとか、カメラマンのアシスタントさんとか、映像の提案など企業様の映像の提案をしたり、演劇も好き。演劇の場合はちょっと趣味になってしまうんですけど、はい、両方なんかメディアっていうこの情報を媒体した、伝えるっていうメディアをやっていきたいということで、メディアデザイナーということを最近から名乗っております。めっちゃかっこいいやん。リナと私はそう、役者さんと演出家として最初はね、はい、出会ったんだよね。そうなんです。もうあれ2年前になるのかな。そうです、2年前だよね。2年前か。2年前だよね。そうですね。2年前のちょうどコロナがちょっとね流行りだした年の、まあ、NBC 結婚式場が、はい、もう結婚式が全部キャンセルになって閉めなくちゃいけないってなった時に、はい、その社長さんがその宴会会場のステージを、はい、演劇とか そういったものにこの貸し出してくださったんですね、はい、使わせてくださった。そこで普天間いおりさんが書いた、あっちはなんだっけ、アステロイドっていう朗読劇、カメレオンの、はい、朗読劇の、はい、朗読劇の、ね、オムニバス形式の朗読劇の作品をやったんですけど、はい、それで私は初めてお会いしたの、はい、でもその前にね、舞台は見てるの。あ、そうです。そう、舞台は見てるの、見に行ってるので。私ですか？アリスゲーム。あ、そうですね、アリスゲームに出ていました。そうです。あの頃もひらがなの玉城里奈さんだったよね。はい。そうです。そうそう、そこで出会った中でございまして、はい、ねえ、どうですか最近お芝居は。いや、もう優子さんの DC アクティングで週一で習ったりとか、はい、その最初出会った時から、その優子さんにもういろいろ演劇のなんかいろいろも全部ゼロから教えてもらってて、本当にお世話になりまして、いろいろでもそれのおかげで演劇ってもっと楽しいなとか、なんかやめたくないなっていう思いでやめてないって感じです、うん、でも着実に、前は知らなかっただけだから、結局一番最初は演劇というものを知らないというか、何が表現すること自体があまりよくわからない状態で、プロの舞台に入ってきちゃったので、一番最初はね、泣くぐらい努力してたよね。なんか努力の仕方がわかんなかった。わかんなかったよね。わかんなかったと思うので。でも朗読劇って普通にやっても、例えば県内で活躍してる役者さんたちが、ベテランの方たちが取り組んでも結構難しいものなので、あれすごくいい経験だったと、はい、私は思います。もうすごくすごくいい経験でした。あんなに熱くなれるって本当に。なんかでもまだ自信ないです、本当は演技については、なのでもう少し学んで、皆さんにいい演技を届けたいです。すごい。でもね、自信なんて多分ね持たないはず、みんな持てないはず。どんなにこのプロで活躍してる人とかでも、やっぱりどこかしら不安な部分があるから、学んで向上していくと思うので、自信持っちゃったら終わりだと思わない。名言ですね。そう心にメモします。心にメモしてください。ただね、お芝居ってね、なんか
悲しいかな、自分では成長がわからないので、うん、ダンスとかさ歌とかって自分でも成長が確実にわかるじゃん、うん、歌とかだったら例えばピッチが悪かったのが揃ってきたとか、リズム取れなかったのがリズム取れるようになってきたとか、うん、ダンスは踏めなかったステップが踏めるとか、うん、でもお芝居ってわからなくない？わからない、なんかいつも、ま、本当にわからないです。自分が成長してるかどうかっていうのってわからないじゃない、うん、全然わかんないです、ね、だからこそ面白くないですか？確かに確かに、うん、でいろんな人の見てね、そこからまた伸びていくこともできるしね。うち、ん、は、うん、なんかあのこの DC アクティングの、うん、その戯曲のなんかいろんな人の人で同じ戯曲を読み合うみたいなので、うんうんうん、なんか同じセリフなのに人によって全然感じが変わるのが、うん、一番なんか面白いなって思って、そうだよね、見るの楽しいみたいなそう、あの DC アクティングスタジオではその戯曲を取り組むクラスもあるんですが、うん、まあ、あの何人かいるのでね、そうですね、そう同じ役を何人かで取り組むっていうことをやってるので、でも全然違うでしょ、全然違う、作品の内容は もちろん内容は変えないけれども、その人の捉え方とか、感じ方によって全然違う方向に転がっていく、うん、ね、それが面白いよね。面白かったです本当に本当に面白いです、うんうんうん、ね、これからももっともっと、はい、皆さん羽ばたいていっていただきたいと思いますので、はい、ね、できたらリナも役者として羽ばたいてほしいな。本当は本当は、ね、ちょっと濁ってますね今。濁ってる、ね、でもちょっと純粋に役者として本当は生きていきたいです。これなんかいつまででも続けられることなのでね、ぜひぜひやっていただきたいと思います。映像系でなんか例えばやりたいこととかって？映像はちょっと今年の初めに決めた目標は、恋愛映画を撮るっていうのは決めてて、その34歳までには恋愛映画を沖縄のロケーションで撮影するっていう名言を自分の中で立てて、インスタに書いてて、なので実現したい。これはリナは監督としてっていうこと？そうですね、監督兼、まあ出れる余裕があれば出たいんですけど監督出るの欲しいですね。どっち出る方でもいいよ、出る方、例えば監督連れてきて出る方とか。あ、そっか、じゃあ2作品作りたいとか。あの、あれは作品の作家は？作家も決めてないです。戯曲も自分で書いたりとか。自分で書きたい自分で書きたい、そのロケーションとか、なんかあっちの森とか、なんかちょっとだけロケーション好きなとこもあって、なんかそうですね、呼んで、その監督さん呼んで一緒に作りたいっていうのはやりたいです。でも自分でも撮りたいっていう欲望もあるので、もしかしたら2作品あと7年あるので2作品頑張って作りたいです。7年、あと7年後っていうの、7年後にまでに実現したい夢っていうのを決めてて。それは7年後までに実現したい夢。あ、だったらいいよ。例えば今年やろうと思うと。今年じゃないですいや絶対に作品無理やろうっていう泣くと思います。泣くよねすごくね、リナってね、いろんなことをやりたい夢がいっぱいありすぎて、でもそれって素晴らしいことだと思う。いろいろ向上心豊かにいろいろやりたいと思うのすごく素晴らしいことだと思います、うん、ありがとうございます、だからぜひ順序立てて順序立ててちょっと全部やろうとしても人間ってさ全然できないから散漫になっちゃうから、はい、そう、散漫が今本当に出ていますいろいろと全てのことに出て頑張ります。すごいね、3歩歩いたらこれやりたいってまた3歩歩いたらこれやりたいぐらいすごいいっぱいやりたいことを見つけられるのって、すごくこれは一つの才能だと思うし、はい、決して悪いことじゃない、いいことだと思うので、嬉しい、それは大事にしてください、はい、だから7年後っていうのはいいんじゃない、7年後までにって結構長いスパンなので、ただ絶対やりきれると思うよ。やりきりたい、今年中にとか言ったら、なんか一つのことぐらいにしときなさいって言うけどねえ、そうですね、いいじゃないですか。今年は多分無理かなと思ってて、7年後だったら2作品はできるかなって、あとあれだよね、あのリナのその会社、はい、お世話になってる会社かなんかが、あの映像を撮ってたでしょ。あ、そうです、あのお正月年賀動画、ちょっとしたこの短編映画調になっている動画を、一緒にその同期で入った
方が、うん、自分よりは私は一応27歳なんです、はい、実は27歳で、一緒に入った21歳の男の子も映画を撮りたいって言って、うん、もう本当に意欲的に仕事に取り組んでて、うん、自分も刺激になってて、うん、その方が結構手動で年賀動画を作って、うん、結構クオリティが高い年賀状の動画になっておりますのでシェアしたいです。彼は出てなかったの？監督だけ？そう、監督だけですね。出て自分で自分の役を見つけられないって言って、なんか誰も役をつけることができずそのまま終わりました。任せきりになっちゃって。あれってみんな普段一緒にお仕事をしている方たち？あ、そうです。すごいね、上手だね。そうですよ、本当上手ですよね。多分普段からカメラとかカメラマンだったり編集作業をしているので、うん、多分そういうなんか見てるんですかね、役者さんのこと。わかんないですけどすごく上手ですよね。リナ死体になってたよね。あの去年もその作品作ったんですけど、去年は転ぶ役で今年は死体役っていうちょっとドロンコ役をしております。じゃあ来年は何でしょうね。来年はでもなんか最近毎年恒例の転ぶっていうのが毎年恒例になってて、うん、ちょっとお前次も転ぶかもしれない。本当、じゃあ転ぶ演技もちょっとやらなきゃいけない。やらないといけないですね。はい、いろいろ頑張りたいです。じゃああれじゃない、その、 あの同期の男の子監督にして、うん、リナ主演したらやりたいです。で提案をしたいんですけど、多分向こうもちょっとプライドが、うん、ちょっといろいろなアーティストさんとのコラボレーションが得意な方なので採用されてもらえるように頑張ります。うん、じゃあ音楽系とかが得意な方？あ、そうですね、そうですね。ミュージックビデオで、あの、うん、最近はあのサグラダファミリアさんの、うんうんうん、あの MV、 あのめっちゃすごいねバズったやつの監督してて、本当になんか本当に一緒にいるだけで、うん、なんかもうパワーもらえるっていうか、本当にすごいなって隣にいながら思いますね。でもいいね、そういう方たちと一緒に仕事ができるって、はい、年関係ないからさ、絶対この世界って、ね、うん、関係ないってこの男の子が学びました。うんうんうん。であのリスナーの皆さん、今ねあのリナが27歳って言ってましカミングアウトしてましたけど、見た目ね27には見えないの。そうなんですよ、20なんか ね最初会った時ね下手したら10代かって思ったんだよね。嬉しい、ね、そう10代かと思って。お酒飲める年みたいな感じだったの。そうなんですね、うん、嬉しいです。って言ってたでしょ、せいぜい言ってて20代の21、2ぐらい、はい、だと思ってたんだけど、でも全然違った。そうなんです、言われます言われて嬉しいってなって、最近も22歳のなんか男性っていうかにちょっとなんかタメ口でちょっとなんか絡まれて、うん、あでも自分年27歳ですって言ったら、おーってなって急に敬語になってくるみたいな。ちょっとなんか嬉しかったです、間違えられてっていう。でも、うん、はい終わりです。はい終わりです。どうでもよろしいです。だあの時の朗読劇って結局一番下がラフピの生徒さんだったの で、ね、18、その次ぐらいだと思ってた。あ嬉しいです。次ぐらいだと思ってたら全然違いました。はい、その演技もでも皆さんと、うん、はいそうですね、うん、あの時だったら上から2番目だったじゃない。そうですね、ゆりか、あそうですね、そうですね、そうだ、ゆりかりな。あゆりかりなタクト、そうですね。頑張ります。けど演技は本当にまだまだ頑張りたいので、うん、よろしくお願いします。演技は終わりがないので、すべてこのリナの言ってるこのメディア関係って終わりがなくない？うん、確かに。絶対映像監督とかでも、うん、絶対もっといいものもっといいものってなるじゃない、うん。ここで満足しちゃったらそこで終わる。わ終わっちゃう。うん、頑張ろう。失敗は早いうちにした方がいいと思います。はい、早いうちにします。いっぱい挑戦します。うん、お説教みたいになってる。あいやいや、いつもこんな感じで会話しております。いやでも本当に会うたびにいろいろアドバイスいただけるので、なんかなかなかいろいろ意見いろいろこんな話しても、うん、なんか終わるっていうかすぐ終わるんで、すぐ終わるの、すぐ終わるっていうか頑張ってねくらいで終わるんですけど、その次のなんかアドバイスもらえるって本当にありがたいなって本当に思います。いやいや、いやこちらこそありがとうございます。素直に聞いていただいて、いや本当にありがとうございます。リナはさ、あの YouTube もやってるんで、ね、YouTube やってます。まだ頑張る始めかけなんですけど、うん、お出かけウォッチングっていう
お出かけウォッチング、お出かけウォッチングっていうのをやっておりますで、いろんなお出かけ先の、うん、ちょっとコメントとか演劇とか映像とかの、うん、さあ最初はですね、うんうん、あの映像でお出かけできるっていう、うん、あのコンセプトでお出かけウォッチングっていうのを、うん、YouTube チャンネルしたんですけど、うん、映画とかそのお出かけ映画を見てお出かけできるっていうだけでやっていこうとしたんですけど、うん、なんかコメントとか、うん、ちょっとなんかその責任感が生まれ始めてなんかこの映画に対してこんな自分の意見で言っていいのかっていうのが生まれ始めて、うん、編集がもう全然進まなくて、うん、1回で終わってて1回で終わっちゃって、でもさっきゆうこさんに相談したら、うんうん、もう自分のなりの意見でやっていいよって言われて、うん、ちょっと今年の目標はそのお出かけウォッチングを更新度高めていきたいです、うん、今まで何回更新したの？1回私見たこれ座って喋ってるやつだよね、はい、お出かけウォッチング玉城里奈のお出かけウォッチングって言ってる。オッケー、里奈それ YouTube やってるとは言えない会社すいませんなので、ね、どんどん更新していきましょう。はい、わかりました、更新していきましょうよ、はい、いろんなネタ見つけて、そうです、うんうんうん、ネタ見つけて頑張ります、うん、ちょっと、ね、そこですね、自分の足りないところ、そこ、まあ、まあね、あの忙しいっていうのもねあるからね、 YouTube って結構大変って言うじゃないですか。大変です ね撮るのも大変だけど何しろ編集が大変ってね、いうので、まあでもそれはお仕事にも通じることだから、そうですね、自分のことは一番、うんうんうん、ね、頑張ります。それを YouTube で勉強じゃないけれどもやってたらいいじゃん。はい、やっていきます。ちょっとそのうち出して、そのうち出します、そのうち出しますって頭には、うん、空想してるんですけど、うん、実際の手が動いてないんで、ちょっと手を動かしましょう。手を動かします。まずは絵コンテ描きましょう。はい、描きますそうすると一歩ずつ進んでいくと思うので、はい、ね、頑張ります。やりたいやりたい、じゃあ私これは打ち当たりもあるのでやりましょう。はい、ね、じゃあ今年は目標何本お出かけウォッチ、お出かけウォッチング、ちょっと5本にします。5本、少ない、ハードルめっちゃ下げました、言う前に。じゃあ20本、そう、20本、結構再生回数稼いでる YouTuber さんって週1とか週1ですよね、とか2日に1遍とか、すごい人だったら毎日上げてる人とかいるよね。でもちょっと今年ならできそう。とりあえず広告収入入るぐらいまで頑張ったら。わかりました登録。でもここで夢を叶えるラジオで言わないとダメだ。言わないとダメ。 YouTube 1万回再生目指して更新します、はい、更新してください。100、友達1000人作ります。1000人、登録者1000人、登録者1000人。オッケー、これ今年の目標。はい、イエーイ。じゃあまずネタ作らないとね。はい、ネタ作ります。ネタ作らないとね。言いました、自分言葉で言いました、ね、いいんじゃん。例えばシロー君に信玄借りて信玄さんとお散歩とか。あ、もう実現しますこれいいですか。いいんじゃないやりたい、うん、やりたいです。わかんない、それは貸してもらえるかどうか分かんないけど。そうですね、信玄という大スターを。はい、そう、このルーム84のマスコット犬がいるんですよ、はい、信玄くんって言って。そうなんです。柴犬か北犬か、まあ、保護犬なんですけど、ちょうど保護してきて1年ちょっと経ったのかな、1年1ヶ月、一昨年の12月ぐらいだったので、はい、でもすごい信玄お利口さんでね。そうなんですよ、うん、すごい、やっぱりルームなのでいろんな人が出入りしたりミュージカルの稽古やったりとか、うん、お芝居の稽古したりしてるんだけれども、全然動じない、人に動じなくて、広報活動をするんですよ。みんな来る人来る人に撫でられることがお仕事と思ってる感じで、一人一人回ってって撫でてもらって、はい終わり、次って言って、はい次、はい次って、全員終わったらその四郎くんの元に、シローさんお仕事終わったよっていう感じで受け取ってくっつくわけ。めっちゃお利口さん、分かってきたんだ自分の役割を。そう、最初から結構、うん、で私は信玄の中で気持ちいいことしてくれる人なの撫でるツボを知ってるから。あ、分かってる。そうで、やめるとまたもっとやってって手を自分の方に引き寄せるっていう、可愛いお利口さん犬がいるんですよ。ちょっと信玄さんをちょっとゲストにして、信玄さん
を YouTube でやれるかな。え、そうだよ。だってあのオーバーカム2の時の PV みたいなのを作った時に信玄出さなかった、はい、あ、出してました。がっつり出してた。がっつり出してたでしょ、はい、がっつり出しました、信玄さんを。そう、はい、あんな感じでいかがですか。 やりたいです、シロさん。ね、そう、まずはネタを探しましょう。ありました。で、あとリナ、あのデザインとかもしてるよね。はい、DC アクティングスタジオのフライヤーはリナに作ってもらいました。頑張って作りました。3パターン作ってもらって、3パターンだと、うん、なんか今後もこのチラシ、うん、なんかいろいろパターン作りたいですので、うんうん、もうなくなっちゃったんですよ。あ、じゃあもう次のパターンで頼もうかなと思って、次のパターンで次のパターンをしたいです。でもしよければ、ははは、よろしくお願いします、はい。はい、今年からちょっと日曜クラスもね増やしているので、その打ち合わせも、はい、ありました。させていただきたいと思います。はい、ね、そのデザインもする、名刺とかのデザインもしたりするのはしますけど、まだしたことないですけど、ま、知識はあるけどって感じですね。そうです、まだ仕事としては受けたことなくて、受けたことがない。もし出したらやらせてください。ね、着実に一個ずつ着実にいろいろ伸ばしてね、はい、いけたらと思うので、はい、ぜひこのメディアデザイナーの玉城里奈をどうぞよろしくお願いいたします。ます。え、里奈に連絡取りたい場合ってどうすればいい？インスタグラムは、うん、で0720スマイリーナーという、うん、0720ってやったら多分インスタで出てくると思います。で、ツイッターもゆるく玉城里奈でやっております。本当にゆるくやってるんで、はい、じゃあそちらの方でね、ぜひね DM なり何なり送って、はい、もしご依頼がある場合はよろしくお願いしたいと思います。はい、はい、それではね、ここでちょっと曲を1曲お届けしたいと思います。何回かねご紹介しているアーティストなんですけれども、あのブルースシンガーとサックスプレイヤーの2人のユニットで、ひとし&有田っていうねお二人のユニットがあります。めちゃくちゃかっこいいねユニットで、まあ、月に1回ペースでライブハウスモーツでライブをされるんですけど、生のステージもまたこれ面白くて、めっちゃかっこいい、セクシーだし、なんかリクエストコーナーとかも設けてくれて、全然ジャンルが違う曲でも例えば耳コピーできてればやってくれるの。だいたいこんな感じみたいな。すげー、うん、すごい耳コピー、耳コピー、だってなんていうの、楽譜ないじゃない、はい、楽譜ないじゃないけど流行ってる曲だったらなんとなく聴いてるからこんな感じみたいな感じでやってくれるね、素敵なミュージシャンのお二人でございます。はい、そのひとし&有田さんの曲で甘い夢聴いてください。言葉なんてなんだか少し意地らしく、必要とする頃にはやっぱりどこかじれたくて、あなたの優しいそのぬくもりに全てを許し預けても組み上げる愛しさは隠せない。さかの思い変わる愛と、二日に差し込む夜空の星を、 Oh no, 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 no. ゆっくりあなたへ届けよう。自分の恋が真夢ならば迷うことなくそばにおいで、 Oh no, 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 no. すり抜けるこの風にだけ囁いて、
間なんてなんだかつかの間のもどかさ必要とする頃には時々心細くなるけれどあなたの歯にかむその微笑み全てを許し預けても溢れ出す愛しさは隠せない切ない思い譲れぬ愛と見つけたばかりの完璧な空 No. ゆっくりあなたへ伝えよう恋が甘い夢ならば見合うことなくずっとそばにいるよ No. すり抜けるこの風にだけささやいてあなたの優しいそのぬくもりに全てを許し預けても込み上げる愛しさは隠せないささやかな思い変わらぬ愛と光り差し込む夜空の星は No. ゆっくりあなたへ届けよういつもの恋が甘い夢ならば見ようことなくずっとそばにいるよ No. すり抜けるこの風にだけささやいて安田有田さんで甘い夢お届けいたしました。めっちゃかっこいいでしょ、はい、めっちゃなんか渋いなって思いましたこの曲は結構ちょっとアップテンポで、まあ、ボサノバ調というかそうなんだけれども、はい、もっといろんなねゴリゴリブルースとかめっちゃセクシーな感じのもあるのでぜひぜひ皆さん一度ライブご覧いただきたいと思います、はい、今月もね確か1月30日に、ライブハウスモーツから配信のみの、はい、無観客配信ライブを行う予定だと思いますのでぜひ興味のある方はライブハウスモッズのホームページをチェックしていただいて、はい、そちらの方からこう配信チケット買えるようになってますので、はい、ぜひぜひ皆さんご覧いただきたいと思います。はい、はい、ということでございました。はい、リナも何か告知があるそうですが。あ、そうです、あります、はいはい、赤八という、はい、琉球の舞台琉球の歴史映劇を2月17日から19日に国立劇場沖縄の小劇場で公演します、はい、私は出演しております。これはあの以前プレ公演みたいなちょっと短めの朗読劇としてね、はい、あのメカルベースでやった作品ですよね。はい、ね、
リーディング公演みたいな感じで。リーディング公演、そうだ、リーディング公演と言いつつリーディングではなかったという。結構リーディング公演ではなかったですね。そう、結構あの私も拝見したんですけど、そのすごくガリガリにゴリゴリリーディングの、そう、脚本を持つじゃないですか、リーディングって、はい、それをすごく効果的な演出で使ってたよね。めっちゃ面白いと思った。自分もなんかやってて、こんなありなんだと思ってやってました。ありあり。これが今度あのなんていうんですか、前はこの短縮版のリーディング公演だったけど、はい、それが本公演として行われるってことですね。楽しみです。楽しみです。稽古はもうやってるんでしょ。はい、稽古も12月は、うん、12月の後半の1週間は詰め詰めで毎日やって、うんうん、1月も、はい、週、はい、やってます。やってます。でこれは主催がどちらでしたっけ。チームスポットジャンブルさんと、うん、はい、あと SAT というあの、はい、東京 の、 あのスーパーエキセントリックシアターです。言えないっていう。そうです。そう、ありがとうございます。スーパーエキセントリックシアターさんと、うん、あとそうですね、この令和3年度時代のって、これも言った方どうぞ、なんて言ったってもいいよ、どうぞ。一応日本の演劇人を育てるプロジェクト、はい、演劇人交流育成公演で、うん、沖縄っていうので、うん、主催しております。ね、素晴らしいですよね、はい、これあのオーディションでね、みんな集まった若者たちに、はい、そういう成長の場を与えるというね、はい、ことで、チームスポットジャンブルさんもすごくね、すごい素敵な劇団ですけれども、はい、スーパーエキセントリックシアターって東京ですごいメジャーな劇団なので、はい、あの三宅裕司さんね、はい、主催のなので、こんななんていうんですか、機会ってまたとないんじゃない。はい、またとない機会です。ねえねえねえ、本当に、なんかもう毎回演劇、うん、あ、この練習してるメンバーの方々がすごい沖縄で いろいろ活躍されてる人なので、うん、なんか、はい、この機会になんか関われてすごく嬉しいです、うん、ね、また見て、ね、はい、一緒に体感するだけでも勉強になったりしますもんね、はい、めちゃめちゃすごいなと思いながら、はい、私も2月の17、18、19楽しみです。行きます。やった、ありがとうございます。これあのチケット買いたい場合ってどうしたらいいですか。ローソンの、うん、あのローソンのローチケで、あの、はいはいはい、お願いしております。あ、前回もそういえばローチケで撮った。はい、ローチケでローソンで撮れます。チラシがあの、うん、チームスポットジャンブルさんのホームページから あ、はい、あの情報がありまして、はい、チラシはまた配りますので、まだ持ってなくてすいません。あ、じゃ あ、 あのチラシを置かせてくださる方とか、ね、いたら募集しておりますので、募集しております。ぜひ先ほど の、 あのツイッターか、はい、これですツイッターかインスタに連絡をください。あ、そうです、はい、こういうチラシが本当あるのですが、置かせてください、うんうん、お願いします。ぜひよろしくお願いします。詳しくはね、チームスポットジャンブルさんのホームページに載ってるということですので、またなんか赤八ってそうですね、も出るかな、引いても出ると思います、ね、も出ると思いますので、はい、ぜひぜひ皆さんチェックをしていただきたいと思います。これあらすじってどうなるの。どんな感じ。1500年の琉球の頃に、うんうん、石垣島に、はい、おやけ赤八という英雄がいたんですけど、はい、うん、その赤八が市民の石垣島の市民のために琉球に謀反というか、あの、はい、うおーみたいな感じで反発を起こすとか、そういうドラマがある、歴史演劇です。はい、ありがとうございます。難しいです。分かりました、皆さん。あらすじはバッチリ任せてくださいって言ってたけど、イエーイって。まあ、とにかくね、はい、あの面白い舞台ですので、ぜひぜひ皆さんね、チケット予約していただきたいと思います、はい、でもね、あの今回コロナの関係でやっぱり入場規制とかあるので、はい、なるべくお早めにね、あのお買い求めいただいた方がいいかなと思って、うん、前回ももうすぐソールドアウトしちゃったもんね。そうです、前回はびっくりするくらいそう早かったんで、ね、今回も多分ギリギリになるとちょっと残念な結果になっちゃうので、うん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 、お願いします。お願いします。ぜひぜひ皆さんローソンに行ってロッピーでチケット予約をしてください。お願いします。はい、ありがとうございます。はい、ということでね、まあ、告知のコーナーでございましたが、はい、リナ、そういえばさ、今思い出したんだけど、はい、去年、はい、
アキレス腱切ったよね。はい、思い起こせばアキレス腱を切った人でした。そうなんですよ、びっくりしたな。それが DC アクティングスタジオのレッスン中に、なんかそんなに酷使をしているわけでもないのに、まあ言ってみたらスキップ的なね。そうてかスキップしてましたね。スキップ的なそうエチュード、あの肉体訓練があるんですけど、はい、それをやってる時に急に痛いって、着地した時に痛いって転がって、いやでも思い出すだけで痛い、って言って、どうしたのとか、最初捻挫かなとか言って、ね、落としたみたいなね、バチッと落としたとか、そう、いろいろ言ってたら、いろいろ言って、それでもなんかレッスン受けてたよね。しばらくじゃあ氷で冷やそうとか言って、そうでももう帰りなさい。そうあの時は捻挫かなと思ってたのに、したら全然ヘロヘロ、足首のなんか先がヘロヘロだったから、これは違うなって思いつつ、治るかなって思っても治らなかったんで、病院に行きました。そしたら切ってますねということで、いやもうびっくりした、すごい怖かった、もうどうしようかと思った。ゆうこさんが見てられないって言ってたのを覚えてます。もうどうしようと思って、申し訳ないなと思いながら、いや自分でもびっくりして、その後自分でもこんな大きい怪我したことなかった、人生でなかったので、自分がなんかそのギブスっていうか、あの、松葉杖持ってるのも、もう衝撃でしたね。ギブスして松葉杖で歩いてたよね。そうなんですよ、あの時期も懐かしい。懐かしい。でもなんか、どれぐらい、どれぐらいやってた、どれぐらいやってたっていうか、3ヶ月はその松葉杖で、その後2ヶ月はちょっとその松葉杖なしで、ちょっと支えっていうか、そのギブスに代わりになるような、あの、カバーする黒いものがあるんですけど、プロテクトみたいなね、ちょっとプロテクトするので、ほぼ5ヶ月間くらいはその治療にかけて、ちょっとあの足をあの、なんていうんですか、足を引きずってって言ったんですけど、ちょっとそういう生活してて、その、でもその期間中にいろいろやって、でもやめることはなく、いろいろ挑戦してた時期だったので、なんかいろいろ思い出すと、なんかいろいろありすぎて、結局なんかその記憶がちょっと結構幻になってて、それ怖い、やばいですね。でもあの記憶を忘れないで頑張ります。本当に、いやでもなんか私から見たら、あ、結構すごい早く回復してると思ってたけど、それでも5ヶ月6ヶ月かかってたんだね、はい、今も走れるようになったもんね。もうだいぶ走ってます ね。だけど怖くて、ちょっと走らないでとか、みんなさんにちょっと軽減、あの、じゃあ大丈夫か、でもその一言があるだけで自分も気をつけようって思うし、自分も無理しちゃいけないんだなって今回で本気で思ったんで、ね、皆さんも気をつけてください、あの時ちょうどあのいろいろ体力的にもその赤八のプレ公演でいろいろこの体を酷使してる時だったんでね、それが赤八が終わった後、ね、終わった後でやっちゃったので、多分もう筋肉もすごく疲労してたりとか、だからね、体のメンテナンスって大事だよね。本当に大事だなって、ね、本当にその切っちゃって思ったんで、切る前に皆さん思ってください。本当にね、私も去年年末から今年にかけてはすごく体のメンテナンス大事だなって、思い知らされる年代にもなったので、頑張って気をつけていきます。はい、私も頑張ります。この身をもって言えます。そう、怪我なきように、はい、ね、怪我したら本当に何もできなくなっちゃう。ストレッチとかって大事だよね、運動前の、そう、本当に大事ですね、足首のストレッチはもう本当に念入りに回しといた方がいいですね。でもあの後から絶対あのやる前にみんな足首ちゃんと回してね。どこでもちょっと動くことをやるときにみんな足首ちゃんと回してよって鬼のように言うようになりました。もうみんなにもう生きる教科書です。生きる教科書。でもよかったね、何事もなく、はい、まあ半年間つらかっただろうけれども、本当につらかった、ね、あの最初の2ヶ月間はすごいつらかったんですけど、もう2ヶ月終わった後くらいからもうちょっともうやばい、やらないといけないこといっぱいあると思って、だし、みんないろいろみんな応援してくれてたんで頑張ろうと思って、
なんかあれ逆境に強いのかもね、もしかして。もしかしたら何かがある方が、何かがある方がちゃんとやるのかもしれない。やばい。そういうやつかもしれない。そう、でも体にはもう十分気をつけてください。はい、はい、頑張ります。本当にね、でも良かったね、何もない時期で。本当に。赤鉢の最中とか赤鉢の前とかだったら、はい、もう完全アウトじゃん。もうアウトですね。ねえねえ、良かったよね。本当に良かったです。神様ありがとうだね。神様ありがとうございます。本当にありがとうございます。ね、その後は何事もなく。その後は本当に何事もなく、でもまあでもこまめにメンテナンスします。ね、本当に。最近はバイク乗ってるんですか。最近バイク乗らなくなってて、車ね、車になっちゃって、手に入れたからね。手に入れちゃったから。でもその方が安心。絶対バイクって自分が悪くなくてもさ、そうぶつけられちゃったりするしさ、そうそうそう、ね、リナなんか時々なんか一瞬寝てたとか言うしさ、怖かった本当に一瞬寝てた時期が疲れてね、疲れてバイクってなんかずっと座ってると、うん、なんか結構あの無防備じゃないですか、無防備っていうか、うんうんうん、だけどなんかずっと座ってたらなんか安心感になるんですよ、うんうん、それで眠くなっちゃうっていうか、なんか例えばこの風の音とか、はい、そういった感覚だろうね。そうそう、危ないからやめてください。はい、やめますでも夏のバイクは気持ちいいです、うん、と思っちゃいますね。本当に交通安全、はい、うん、車も気をつけてね。車も長時間だったら眠くなっちゃったりしてない？大丈夫？でもすぐ寝るようにしてます。え、すぐあのなんていうの、止めて止めて、ああ、そうそれが大事、それが大事本当に念入りにすぐ止めてます、うんうん、でもよかったね、車があって、はい、車があってバイクは絶対乗れないじゃん、リハビリ中とかも。あ、そうなんです。その、ね、リハビリ中を考えてたかわかんないですけど、その時期に車を頼んでて、うんうん、ちょうど来たんですよ。その怪我した時くらいに来てたので、うんうん、あ、よかったねみたいな感じになります。バイクじゃさ送迎できないもんね、他の人が。そうバイクで送迎できないし、うん、ちょっと周りの人にここまで迎えに来てとかも言うと結構心の負担があっただろうなって。心の負担ね。そうね、わかるわかる。その時期に車があってよかったって本当に思いますね。車社会ですしね、沖縄は。本当にね、車社会だよね。ないと大変。ないといろいろなんかね大変ですよね。ないと大変例えば都内とかだったらなくても絶対どっかに電車が走ってたり、ね、バスが走ってたりするけれども、沖縄って何もない地域って多いじゃない。おいおい、そこに行くためにはっていう。だからやっぱ車は大切だよね。でも東京の方とかの電車でどこでも行ける感じ羨ましいです、うん、本当電車でどこでも行ける。いいな、うん、でも私電車乗りたくないから沖縄がいい。へえ、ね、私もともと東京なの知ってたよね。あ、知ってます。満員電車とか嫌だよ。そうなんですか。めちゃくちゃ、うん、ちょっとでも憧れちゃいます。憧れる。本当に朝の満員電車って立ってられないので。もうぎゅうぎゅう詰めだからちょっとよろけるでしょ、うん、電車が曲がったりとかしてカーブしたりして、うん、だから体斜めのままだから、あーわーってな。そう、隣の人にちょっとくっついちゃうっていう感じなので、うん、大変。夏とか梅雨時とか迎え指数ムンムン。あちょっと嫌かも、うん、でしょ、うんうん、なので沖縄がいいよ。沖縄がいいよ、うん、本当に私はね、はい、いやでも自分沖縄大好きなんで。そう車で移動できるからどこででも、はい、うん、いいと思います。はい、沖縄大好きです自分。沖縄大好き、はい、でも内地に行きたいんでしょ。行きたいというか、なんか県外の方がなんかその演劇とか の、うん、そのオーディションっていうのか、なんかそういうなんか楽しそうな演劇公演してるのがいいなって思いつつ、うん、でも沖縄で何かしたいっていう気持ちもあるので、うん、沖縄にいます。今は言ってみたらこのネットがすごくもう普通になってるので、はい、沖縄発信で内地の情報とかも入ってくるじゃない、はいはい、だから沖縄にいてもいいと思うよ。やった、うん、みんなやっぱり東京に行ったりとか、うん、役者さん目指してる人とかするけれども、うん、じゃなくて沖縄で沖縄発信にしようよ、したいっていう話をもうシロ君とちょっと言ってるんですけど、だから沖縄からもやっぱりだこになるぐらいの人員を沖縄で学ん で、うん、でやっぱり東京とか、ね、内地でも活躍ができるように育てていきたいねっていう話だから、うん、ついていきます。はい、ついてきてください、はい、体には気をつけて、はい、体につい気をつけてついていけるようにします、はい、
それではね、ゲストの皆さんにいつも聞いているんですけど、はい、リナにも聞いてもいいかな。はい。あなたにとって夢とは何でしょう。おー、私にとって夢とは、もういいんですかこれ。どうぞどうぞどうぞ。ライフスタイルです。ライフスタイル、はいはい、生き方っていうか、ああなんか夢を持つことで自分 の、 その毎日が変わるなって最近思ってて、自分の生き方かなって思ってます。夢が自分の生き方そのものっていうこと。そのもの、はい、あでもなんとなく分かる気がする。ですか。だからなんていうの、逆境に強いじゃないけれども、はい、夢があるから前に進めるみたいなのってあるじゃない。そうですね、そうですね、うん、じゃなければアキレス腱切ったら切ったまんまで、死んでます。死んでるよね。ズーンってなってるよね。確かに何か目標があって夢があったら、うん、あ頑張ろうってモチベーションにつながるというか。そうだよね、うん、だから一生多分ねなくなることはないよね。あでしょ。ないです、ないです。一個クリアできたらまた絶対夢って次のものってあるじゃないですか、うん、だからそれを一個一個変えていきたいよね。変えていきたいし生きるモチベーションです、ね、生きるモチベーション。じゃあ、まず一番最初、はい、何しますか。今回行ったお出かけウォッチングを、うん、まずは更新します。更新する。1月更新します。1月更新する。できる。大丈夫。行っちゃった。赤字そうだ、赤字あるよ。大丈夫。いやでも大丈夫、最近編集早くなってるんで。あー、オッケー、頑張ります。じゃあ絶対だよ。約束だよ。約束します。1月中に更新ですね、はい、更新します、はい、はい、じゃあ皆さん楽しみに。楽しみにしてください。のお出かけウォッチング、ね、1月中に2本目上がるそうですので、はい、ぜひぜひ皆さん見ていただきたいと思います。でもさ、そういう忙しいのに慣れちゃえば、うん、もっともっと上げられるんじゃない。そうですね、うん、だからコンテンツあんまり決めちゃうと、うん、外に出るお出かけだけになっちゃうけど、うん、例えばお出かけしてこう今話題のコーヒー買ってきましたとか、そうですね、今話題のコスメを買ってきましたとか、じゃあ試してみましょうとかいうのでもいいんじゃない、あ、もう全部にお出かけをつけちゃって。お出かけつけちゃってとにかくとにかくやります。コンビニスイーツお出かけして買って食べ比べてみますとか。あ、やりたい。いろいろみんなやってる人がいるけど、いるけど、うん、なんかそういうのいっぱい。だコスメはコスメとかだけじゃなくてやったら面白くない。やりたい、やりたい。お出かけがすごい好きなんで。お出かけ、じゃあリナにとってお出かけとは何ですか。私のお出かけとは生きるモチベーション。全部生きるそうです。それじゃあれじゃあ同じじゃない。じゃあお出かけイコール夢ってこと。お出かけ、そう、お出かけイコール夢です。確かに。あ、素晴らしい。お、すごい。今私ね、のけぞってヘッドホン外れちゃったんですけど。お出かけイコール夢。夢、うん、お、すごい、つながった。いろいろありがとうございます。じゃあまた深掘りしますが、はい、今一番どこにお出かけしたいですか。あ、今は、今って明日ですか。明日っていうか今とにかく行きたいところ。今行きたいところ。あ、でも旅行行きたくて。あでもさ、東京公演あるからプチ旅行じゃん。やったー。でもそう、皆さんさっきの赤字が東京でも公演されるんですよ。そうですそうです。ザ・ポケットっていう鈴なりのところで。でも行ったことがまだなくて。鈴なりってことは下北沢。そうですね。そこでやるので、でも本当に写真でしか見てないので楽しみです。楽しみですよ。下北の街ね、楽しいよ、いろんな食べ物屋さんとかもあるし、はい、飲み屋さんとかもあるし。楽しみ、うん、結構あそこら辺は大好きな街でした。数十年前の話だけど。ああでも行きたい、うんうんうん、行きたいです。ぜひぜひね、楽しみにして。東京、2月東京行けるね。気をつけて、はい、まあ、頑張ります。コロナがこれ以上蔓延しないように、もう祈るしかないですね。本当に消毒、手洗い、うがい、はい、頑張っていきたいと思います。はい、ね、じゃあよかった、夢叶うじゃん。もうお出かけ一個東京。じゃあ東京の映像もちょっと撮っといて、はい、お出かけウォッチング、なのお出かけウォッチング。東京に行ってきたみたいな変を、お出かけウォッチングで、ね、赤八音の時も撮って、ね、自分でやります、ね、それ、うん、はい、楽しみでございます、はい、じゃあ1月にまず1本、2月には2本ぐらいあげるかもしれないので、はい、ぜひぜひ。うわー言っちゃったからね。言っちゃった。でもここ夢叶いますもん。そう、夢叶うので。忙しいけどできるかもしれない。そうそうそう、絶対ここで誓ったことは皆さん叶えてください、はい、っていうか私はなかなか叶えられない。
応援してる、はい、あの頑張っていきましょう。ありがとうございます。さあ皆さん、玉城里奈をどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。選挙活動みたいになってるけど、玉城里奈をお願いします。よろしくお願いしますね。登録者数なんだっけ、1000人目指して頑張るぞ。頑張るぞ。おということでお送りしてきましたドリームキャッチャー、本日もそろそろお別れの時間に近づいてきました。また来週ね、この時間お会いしたいと思います。来週も素敵なゲストお越しいただきますので、どうぞ日曜日の午後4時、FM が聞いてくださいね、はい、はい。本日のゲストは、メディアデザイナーの玉城里奈さんでした。ありがとうございました。今度ね、また東京から帰ってきたらレポートで出演していただきたいと思います。よろしくお願いします、はい、頑張ります。それまでイエーイ、頑張ってください。頑張ります。この番組は楽しみながら表現力アップ、演技レッスンスタジオ DC アクティングスタジオと総合エンタメカルチャースクールルーム84の提供でお送りしました。では、タイトルコール一緒にお願いします。はい、はい、日曜の午後4時はドリームキャッチャー。また来週。イエーイ。